平野紫耀、神宮寺ゆ太た撮影金プリ脱退後初ダンスで見せた、脱アイドルの意志。深く被る帽子に込める意味。こんにちは、尊敬する読者の皆様。本日は、日本のエンターテインメント業界における一大ニュースについてお伝えします。 ジャニーズ事務所を脱退し、新たな道を歩み始めた平野潮の衝撃的なダンスパフォーマンスについて詳しくご紹介いたします。彼のダンスは、和夫を風靡したアイドルの息を越え、アーティストとしての新たな旅路を切り開いていることでしょう。2023年8月27日、平野潮がインスタグラムを駆使して、ファンたちに待望の瞬間を届けました。それは、 彼が5月22日に、キングプリンスからの脱退とジャニーズ事務所からの退場を発表して以来、初めて披露したダンスパフォーマンスの瞬間でした。この一瞬が多くのファンとエンターテインメント業界に大きな注目を集めているのです。平野志耀が投稿した動画は、広いスタジオの中で一人で踊る姿を捉えています。 その足さばきは早く、その上半身は驚くほど安定しており、自然体でメリハリのあるダンスを披露しています。金プリ時代から変わらず、ヤーキヌキのダンススキルは、まさに進化し続けていることを証明しています。動画の撮影は、平野市洋と同じく金プリ脱退後、新たな道を歩むことを決意した神宮寺ゆ太たさんによって行われました。 このコラボレーションは多くのファンにとって感動的な瞬間であり、平野のダンスパフォーマンスに対する期待が高まるばかりです。多くのファンが平野潮が久しぶりに披露したダンスに大興奮しています。SNS 上では彼のダンスについて賞賛の言葉が相次いでいます。久しぶりに紫陽く君の無双ダンス見られて幸せ。 久しぶりに潮君のダンス見れてすごく嬉しいです。すごくかっこいいです。いつかまた生で見れることを楽しみにしています。諸君のダンス始めて見た人驚いたはず絶対。久々にガシガシ踊る姿見れて胸熱。これらのコメントからも、平野潮のダンスが彼のファンにとって特別な意味を持つことが伺えます。 平野紫仕様は顔ではなくダンスに焦点を当てることを常に主張してきました。彼は2022年に発売された女性自身のインタビューでダンスレッスン時のファッションについて質問された際、ダボッとした服を着ること。ダンスがうまく見えるんですよ。あと、動きがクイックに見えるように、キャップも欠かせないですね。 顔ではなくダンスを見てほしいから、あえて深めに被ってます笑い、と答えました。ファンたちは、平野が顔を隠し、ダンスに集中する姿勢を高く評価しています。その一例をご紹介しましょう。帽子被って顔を全面に出さずダンス見せてくれる感じ好き。ゴリゴリに踊る平野仕様が一番好き。 ダボッとしたスウェット姿も顔ではなくダンスを見てほしいからと帽子を深く被るのもチラッと見えるお腹もキレのいいダンスも楽しそうに踊る姿も全てが私の大好きな平野耀さんでした。結論平野耀の脱アイドルとしての決意が彼のダンスパフォーマンスを通じて明確に現れています。ジャニーズ事務所を離れ新たなキャリアを歩む平野耀は アーティストとしての可能性を追求し、そのダンスに情熱を注ぎ続けています。彼のファンとエンターテインメント業界全体は、今後の平野仕様の成長と挑戦に期待を寄せており、彼の新たな旅路がますます輝かしいものとなることでしょう。読者への挨拶最後に、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。 平野紫仕様の未来に注目し、彼の脱アイドルとしての新たなステージを一緒に見守っていきましょう。エンターテインメント界における彼の功績が新たな可能性を切り開く一歩となることを願っています。